はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコンです。今回リクエストでね、ベジタ伝で超必殺技、打ったら即降参、言うたらば必殺技のみでクリアしてくれということなんで、 LR 限定ですね。やっていこうかなと思います。どうしようかなと思ってたどり着いた末にこのメンツになりました。はい、まあ悟空ですね、こいつ一突してて、こいつ普通の必殺技でも、強力なディフェンスバフが得られるということで、もう普通に必殺技だけでいい、リンクレベル高めですね。で、あとはご飯ですね、こいつも別に必殺技だけでいいっていうのがまあでかい。で、悟空&ベジータに関しては二次起動さえ取らなくていい、取らなかったらいい。で、こちら、出勤してきましたスーパーサイジン孫悟空、最終ステージに強いっていうのはリンクレベルマックスや、強いっていうのと、まあ、最初がまあ記録プラス3、最初に配置すると記録プラス3ですけど、ケツに置いちゃうと、あ、ケツじゃない、極み系だとまあ記録プラスされるんですけど、今回は長系が相手なので記録プラスはないというふうな感じで、多分無難にクリアできるかなと。で、こいつ必殺技だけでいいんで、まあいいかなと。最終ステージにもまあ割かし活躍してくれるんじゃないかなと思いたいです。で、こちら5カード5点、まあこちらも同じような感じですね。別に超必殺技打つ必要がないんで、まあどうだろうな、いけんこともないかなレベルやと思うんだけど、二次玉大量にあったらおもろいよな。まあ本当に技の悟空がね、そんなにリンクいいわけじゃないんですよ。だからまあ期待はできるかなと思う。あ、いいね、よくないね、こっちにしよう。あー、 No、 ギリギリを狙っていくか。まずこれ取るやんか。で、これ取るやんか。あー、しゃ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 、いい子いい子。悟空はとりあえず元気玉さえ打たなかったらいいから。で、無限上昇系はしっかり上昇させてっていう流れでやっていこう。技のね、ゴジータとか力のビジータ、まあ、あそこら辺はかなりきつい。二次玉変換してもうたらえらいこっちゃなんで、あ、これ絶対超必殺技打つやんと。で、やっぱり7周年も超必殺技打たなかったら、やっぱりそこまでの弱は恩恵が強いわけじゃないので、それだったらまあある程度、まあ、恩恵のある普通の必殺技で必須フレブレ普通の必殺技でも恩恵のあるキャラがいいんじゃないかなと思って、こういったメンツですね。誰にこの企画やらしてんの誰にやらしてんの、任せろや。まあただステータスはわりかし高めてなければ、やっぱりベジータではクリアできない。まあそういった意味では、まあこういったメンツがいいんじゃないかなとは思います。すごい適正でだと思う俺は。危ねえ、打つとこやった。これで、あ、大丈夫、そう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 、いい子だね。そうだよね、だから極限 Z 覚醒したキャラを入れつつっていう風な流れじゃないとかなり厳しい。要するに、あとはまあ無限上昇系だねを入れつつ、高ステータスのキャラをどん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 入れていく。これでもさ、俺必殺技超打っちゃうけど気づかないパターンもあるよ。もしかしたらすでに超必殺技打ってる可能性もある。まあその時は見逃してくれあ、こいつ打ったね、コメントで残してくれ。はい、ナイス。で、最近まあそのみんなね、これはこっちでいいか、ドッカンフェイスじゃないわ、あれ、伝説降臨のまあコメント見るとね、やっぱりみんないいの引いてるなと思いつつ、僕ね、 LR のベビーとかね欲しいんですよね。即ベビー持ってないんですよ。あそこら辺も多分次の順番で言うと極限 Z 覚醒来てもおかしくないから、まあ、あの辺も欲しいしなと思うから、ね、欲しいけど今はいらんかなとは思うんだけど、まあでもおいおい来るよね、絶対絶対来るから、おいおい多分次ぐらいで来そうな気がするんだけど。さあ、完璧じゃねえか、おい、これでいこう。さあ、とりあえずね、とりあえず
一発どころか二発ドドンと行きましょう。そういや、いいね、いいぐらいに、いい具合に会心が入ってますね。わあ、超必殺技打ちていいけどな、こういう時超必殺技打ったら気持ちいいよ、絶対気持ちいいよ、宇宙にドーンできるもん。はい、次2ですね。2は力属性ということでやっていきまーす。やっていきましょう。技木玉取ってさ、いや、あーそうだね、これ取って、虹木玉は積極的にちょっとね、ゴカアンドベジータが取らないように潰していきましょうか。ゴカアンドベジータが虹木玉取ったらマジで終わるから、まあ、そこが注意ですね。ヘイ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 、あ、気持ちいい気持ちいい。なんだろう、こいつ 3.5 億だっけ、ダウンロードだよね。普通にでもこの悟空といいフリーザといい、あの時すげえ俺盛り上がったな、星さんのあまり。それぐらいかっこいいもんね、この悟空とあとフルフリーザね。7周年とどっちがかっこいいかって言われると、僕は絶対断然こっちっすね。やっぱり 3.5 億の方がやっぱり俺はかっこいいと思う。すげえ。 OK、 さあどんどんいきますね。おお、危ねえ、これ指滑ってもアウト、アウトやもんね、滑らんようにせんと。うわ、これさ、これ取らんとあかんな。で、ずれるやんか。あ、よし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 。あ、よしよし。これはスーパーサイヤ人同士なんで、リンクは繋がらないです。ただまあ、それまでに倒せるんで大丈夫でしょう。この技、悟空とか俺、めちゃくちゃ久々に使ったけど。なあ、極限Z覚醒来て、わーいと思って。イベさんで最初の極限 LR、 イベさん、頂上決戦の初めての極限 Z 覚醒ですよね、確かこの悟空で、わーいと思ってやったーって思ったよ。今となって性能あれだけど、ダメだ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 、あぶねー、取り手衝動に駆られる、このもどかしさ虹木玉が丸々余るっていうか、今までの俺だったら速攻取ってたわ。さあさあ、まあゴッド乗り越えて、あとブルーだね、ブルー2回あって終わりなんで、とりあえずサクッといきましょう。火力上げてえなあこいつも。でもこのクオリティで言うと、次そうだね、僕自身直感バトルでこれ実装した方がいいんじゃねって思うのは、なんだろうな、あーそうきたか、はい。でも原作のキャラって結構儲かるけど、古すぎても受けんもんな。そこ難しいよね。まあ一発受けてもろっていいんじゃない。そこが特艦バトルの難しいとこだと思う。だからドクターウィローとか出てないけど、出したとこでっていう風にはなるから、まあそこ難しいよね本当。何を出すかって言われると、ああ。個人的にクーラーとかは絶対ね受けるんですよ、かっこいいから。クーラーは絶対受ける。だからクーラーの LR とクーラーの時の悟空の LR とか出したら絶対いいと思うし、スーパーノバを打ち返すあれね、はーっていうやつ、はーから、あれ良かったよね、あれはめっちゃ気持ちよかった。あ、めっちゃ暗いや。危な。怖いわ。死んでまうで。
まあ大丈夫だ。オッケー。だからその辺の LR もしくはまあブロリーはもうええかなと思う。あれはもう正直お腹いっぱいだから。そうだね。まあドロリー出したとこで全然多分受けねえだろうし。ドロリーは絶対受けねえよあれ。受けたと受けねえ。絶対ドロリーは受けねえ。危ねえ。指が滑ってまいよった。いやこれ錦玉。これ取って。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。あこれはご飯でしょ絶対。ドッカンモード入るな。ああうまし。あとこのベジータもまだね極限 Z 覚醒来てないから。悟空とフリーザ来たじゃないですか。でベジータ同じ形態でベジータがまだ来てないから、まあ期待したいよねベジータね。絶対強くなるよね。今でも全然使えるキャラだから絶対めちゃくちゃ強くなると思う。あとはそうだな、うわーフェスにフェス実装してほしいキャラか。何がいるかな。みんなは何が実装されたいですか。またねそれもコメントで教えていただければ幸いです。まあそうだな、僕自身はクーラとクーラの時の悟空が一番いいと思っております。うん、それが一番ベストかな。てか全然ベジットにもゴジータにもなれへんけど大丈夫これ。まあここでも必殺ってこねえだろ。いやこっちだね、こっちだね、絶対こっちで。これ取ってこれだろ。 OK 完璧じゃない。そうだね、劇場版原作のキャラはもう出し尽くした感あるもんね。なかなかに出し尽くした感があるから。あーブームも出したしな。そうだねブーちゃん出したしな。年末悟空で出しちゃったしな。うん、セルもね今回出ちゃったしね。避けんのかい。まあまあいいでしょ。はあオッケー、追撃はなしか。オッケー、おーいいね。はあ、よくない。それはとてつもなくよくない。どうだろう、なんかめっちゃ暗いぞ。うおー、このターン耐えればいいか。ちょっと待ってください、ね、さあやっていこう。これ戦闘でさ受けて、こういやー怖えなこれ。一応ヘビーヒネ使うか。これで行くしかないよね。うわー怖えな、これ戦闘飛んできたらちょっとやべえんだよな。あー使うんでよかったかな。どうだろう、まだ分からんしな。アイテム使わざるを得なかったか。マジある。ディフェンスばっか上げてるからディフェンスめちゃくちゃ高いんじゃん。へい。まあ多分でも大丈夫ちゃうか。大丈夫だったよ。いやーどうだろうな。もう20万。まあ最後に食らったらちょっとやべえけど、最後に食らわん限りはそんなにダメージ食らわんと思うしな。キャメハメハよえー、あー飛んでこないか。守ってもろうての方がいいよね。守ってもろうて。いやー戦闘飛んできたらやばいもんな確かに。なあ
これしかない。くそー、超打てねえのがいて。いてしかも。結構いて。そい。そーい。いい、軽く。ここで飛んできたらちょっとやばいね。OK です。あー、きつい。超打てねえのがマジできついね。ここに来て響くな。65万か。火力としては低いな。さあ最終ステージですよ皆さん。ちなみに今のディフェンスティドン40万51万。おお、高え。そんなにステー低い。低くはない。ご飯の方がステー高いんだ。へえ。まあでもここ安牌で戦闘で受けてもらった方がええんかもしれない。まあ、こんだけね、ディフェンス値あったら大丈夫でしょ。危ねえ、取るとこやった。これでいきましょう。今の取ってたら終わってたら、あー、うそ、戦闘で打ってくると思ってなかった。うー、めっちゃ食らう、めっちゃ食らった。でも大丈夫、なんとかなる。そい。さあとりあえず蹴りをつけようじゃないか、ベジータさんよ。最近でも俺も MG ハゲになってきたよ。マジでさ、ちょっと MG ハゲになってきたからさ、育毛剤買おうか悩んでるわ。交代してるから、ね、ちょっと恥ずかしながら髪の毛伸ばそうか。はい、 OK、 逃げじ。でご飯と御殿に火力出してもろうて。いいね、まだ足りないよ。 OK、 ナイス、370万。いいね。でここはある程度防げれるから、もう OK、 ナイス、ナイス、はい、ナイス。でここでフュージョンしてもろって、相手の攻撃次第だね。さあどうする、ドン。はあ、なるほどね。オッケー、18万64万か。いやどうだろうな、こいつ高確率回避だけど回避このステージ効かねえから、それきついよな。それきついし、ちょっとこの木玉配列がきついんだけど、そうだね、これ取らざるを得ないね。下手したら超打っちゃうもんね。これしかないわ、確かに。これしかない、超打っちゃうからさ。先頭で打ってもろっていいぜ。打たへんのかい。腐るほどディフェンス上げてきたけど。ないです。腹パン決めてもろて。まあここで下手して死ぬことはないと思うんだけどな。久々に見たらこれ OK、 こんだけ HP あったら死ぬことはないと思う。あれ撃ってこない、弱い。あ、撃ってこやん、撃ってこやんやん、素敵やん、そういうの素敵やん、チミ。あ、ちょっと下がってんな。さあどうだ、言うてあと4ゲージで、ごはんちゃんのディフェンス値は50万を超えておる。これは下手して飛んできても大丈夫なはず。すげえ関西弁っぽくなったけど。大丈夫なはず、ね、ごはんちゃんが飛んできてもね。ごはんちゃんじゃない、ごはんちゃんに飛んできてもね。あら、また裏を読む。
裏を書く感じですか、あなた。そうはさせませんぞ。でもこうやって M 字ハゲ見るとさ、ベジータの頭ってどないなってんの縦に長いよ多分。若年性のハゲや。そっちか。ブヒブヒ、痛いんだってマジで。それオッケーオッケー、そいオッケー、いいんでね。さあ決めてあげるわよ。まあ今回の厚労省もね、悟空さんに決めてるんでしょ。多分倒せる。回避とかせんやろ。回避するわ忘れてた。でも回避されたとってね、大丈夫です。悟空2発当てれなかったもご飯店の追撃能力があったら大丈夫。オッケー、あともうちょい。オッケー、いいね。腹パンが決まってからのヘイ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 、はい、マテラガネいかがだったでしょうか。LRで、必殺技限定ですね。どっかで超打ってないかな、それがめっちゃ不安や。もしも超打ってたらね、あのコメントで書いていただければ幸いです。まあ、こんな感じのメンツで、ね、アイテム1個だけ使っちゃいました。申し訳ない、使いたくはなかったけど使っちゃいました、ね、使わんでもいけたなあれ。まあまあいいや。はい、久々に悟空出勤したなはい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、バイチャー。